はい、どうも皆さんこんにちは、凡人でございます。ということで、今日はですね、FC岐阜に遠藤源一選手が加入してくれるというところで、今回はこちらの選手を少し紹介していきたいなというふうに思っております。はい、ということでね、遠藤源一選手です。個人的に待ちに待ったディフェンス面のね、補強というところで、まあ今シーズンほんとね、まあフレイレ選手とか、引退された服部選手とかね、含めて小山選手もそうですけれども、契約満了の選手がとても多かったシーズンで、今のところね、まあ一人もなかなかディフェンスの方でのね、補強っていうのはもちろん大卒の選手たちはいるんですけれども、こう言ってね、しまえばいいのかちょっとわからないですけど、まあいわゆる即戦力っていうところで、なかなか獲得ができていなかったところに、今回この遠藤源一選手がその木の方から加入してくれるというところで、個人的に非常に期待しております。簡単にまあ彼のプロフィールをおさらいしておきますと、本職はセンターバックの選手で178センチというところで、まあ正直センターバックのね、プレイヤーとしてはちょっと小柄なのかなというような印象で、昨シーズン、まあ今シーズンですね、2022シーズンは34試合先発フル出場というところで、まさに鉄人というね、キーワードにまあふさわしいプレイヤーかなというふうに思っています。まあ彼はね、本当にキャリア的にもね、まあ長野からプロキャリアスタートして、そこからサヌキというところで、まあその特にここ最近はね、やっぱり J3 でもね、特に安定感のあるセンターバックとして、まあ本当にいい活躍ができていましたし、特にビルドアップなんかで、まあ、非常に安定感を持って、プレーしてくれる選手というところが、まあ主な特徴になってくるのかなというふうに思っています。まあこのシーズンは特にそうなんですけど、なかなかこう FC 岐阜はセンターバックのところでね、リーダーシップ出していくプレイヤーっていうか、まあうまくこう最終ラインのバランスを取ってくれるプレイヤーっていうところがなかなかね定まらない状態でシーズンを送ってしまっていたところはあると思うので、まあそういったねところをこの遠藤選手が、まあ、しっかりと統率を取っていってくれるというところでは、まあ非常に期待したいところですね。来シーズンはね、基本的にセンターバックはまあ4バックか3バックかはちょっとわからないですけれども、基本的には今のところ確定しているのは三國、そして大卒で加入する萩野といった、まあそういったプレイヤーが、センターバックの候補になってくるかと思いますけれども、やっぱその中でもねこの遠藤選手はまあ本当にファーストチョイスになって、いってくれるんじゃないかなというふうに思っています。まあ先ほどね遠藤選手がまあ非常にそのラインコントロールとか、まあそういったとか、あとビルドアップのところで優位性を発揮するっていうところを話したんですけれども、基本的に彼はちょっとねやっぱり対人よりもどちらかというとそっちのまあ組み立ての方でね、活躍してくれるセンターバックだと思うので、やっぱ組ませるんであれば、身長が高くて、なおかつ体がある程度張れるっていうところで、その役割分担って言ったらいいんでしょうか、まあそういったところがね、まあチームをね、作っていく上ではまあ必要になってくるのかなというふうに思っています。まあなんでお互いのねその良さっていうところをね、センターバックまあ2人なり3人、3枚なり組み立てていくときには、まあそういったところで選手一人一人のね個性の使い分けっていうところをしながら、チームを作っていくとより良い結果になっていくんじゃないかなというふうに思っております。今ね本当 FC 岐阜はまあ昨シーズンね結構名のある選手をたくさん取って、来ましたけれども、今シーズンは本当にここまで、もう堅実に本当に必要な選手を取れているなっていう印象で、個人的にすごく高評価しています。まだまあ監督が決まってないので、構想とかがまだはっきり見えてこないんですけれども、まあ間違いなくこの遠藤選手含め、来シーズンの加入選手は全員、期待できるものになっていると思いますので、ぜひ皆さんもね、本当来シーズン、どんなチームになるかまだ分かりませんけれども、もう楽しみに待っていただきたいなというふうに思っております。ということで、今日はですね遠藤源一選手が FC 岐阜に、加入してくれるというところで、簡単な紹介動画ということで撮らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。